漢字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 。こんにちは、日本語の森のゆき先生です。今回も漢字の勉強頑張りましょう。はい、一つ目の漢字からいきます。この漢字見てください。訓読み、整える、整う、整える、整うです。音読みは整、整です。わかりましたか？じゃあ覚え方いきましょう。はい、じゃあ右上から、これ右手ですね、よく使いましたね。右手を意味する漢字の部分です。左、束です。束、束ってわかりますか？これ髪の毛の束、まとめているものです。束、何かをまとめているとき束って言います。お花とかも一本一本たくさんのお花をまとめる、一束の花束、花束ですね。はい、で下は正しいです。正しい。じゃあストーリー行きましょう。ストーリー、右手で髪を正しく束ねて綺麗にする、整えるです。髪の毛をまとめて正しく束にする、整ってますね。整える、髪を整える、整えるです。例文行きましょう。服装を整える、準備が整うまでもう少しお待ちください。本棚を整理する。はい、じゃあこの2つやりましょう。1つ目から、服装を整える。はい、これ服装ぐちゃぐちゃだったらダメですよね。だからこうやって整える、綺麗にする、ピッてする。はい、綺麗にする、整えるです。はい、次、本棚を整理する。本棚ってぐちゃぐちゃになりやすいですよね。本がたくさんあるから、それがなんかこうなったりこうなったりこうなったり汚くなってる。それを綺麗に束ねる、正しく束ねる、綺麗にする、整理って言います。整理、整理ですね。整理整頓、整理をちゃんとしようってよく言われますね。はい、本棚を整理するです。はい、次行きましょう。2個目の漢字、この漢字訓読みは話す、放つ、話す、放つです。音読みは方、方です。覚え方いきましょう。左から、これ方向の方ですね。方向の方です。はい、で右側、いつも通り手ですね。右手の意味する漢字の部分。はい、じゃあ覚え方、ストーリーはある方向、方向に右手で、右手でボールを放つと覚えてください。放つです。はい、じゃあ例文いきましょう。もう二度と君の手を離さない、輝きを放つ大きな星、 YouTube で放送する、国籍を放棄する、仕事を放置する。はい、じゃあどれやりましょうか？これとこれやりましょう。 YouTube で放送する、はい、これは番組を放送する、テレビでテレビ番組を放送するとも言いますね。何か動画をネットとか世界に流すこと、話すこと、放って送る、放送です。そうですね、わかりますか？そうですね、番組みんな見れますね。動画もみんなで見れます。だからそれを放送するって言います。はい、最後、仕事を放置する、仕事を放置する。はい、仕事を放つ、もうポイってする、ポイってして置いとく、放置する、何もやらないってことです。仕事をやらない、放置する、よくないですね。はい、次行きましょう。三つ目の漢字、訓読みはなしです。訓読みなし、音読みは K です。覚え方行きましょうか。上、日ですね、日、太陽の日です。で下は今日です。今日、これ何の字かわかります？京都って場所知ってますよね。京都、まあ、東京の今日もこの漢字ですね。まあ、今回は京都で覚えましょう。覚え方、京都で見る夕日、夕方の太陽です。夕日はとても綺麗で景色がいいです。京都って古いお家があったり緑もあるし綺麗ですよね。で夕日もすごい綺麗なんですよ。だから京都の夕日は景色が綺麗って覚えましょうね。はい、じゃあ例文いきましょう。1から、
東京の夜景はとても綺麗だ。風景をゆっくり眺める。景気が回復し企業の雇用も増えている。はい、じゃあこの2つやりましょう。1個目、風景ってわかりますか？風景、まあ、例えば、まあ、自然が多いところ行きますね。外の見える景色のことを風景って言います。自然が豊かなところとかすごい綺麗な景色、風景ですね。風景をゆっくり眺める。見るとちょっと違います。眺めるはもっと目で楽しむことです。見るはただ見るだけですよね。見て楽しむこと、眺める、こうゆっくり見ること、ゆっくり見ることを眺めるって言います。こうやってずっと見てることですね。眺めるです。はい、次、景気が回復し企業の雇用も増えている。はい、これ景気っていうのは、景気がいいっていうのは経済がすごいいいってことです。景気がいいは経済がすごく良くなってる、みんなにお金が回ってるってことです。で、回復っていうのは元の状況に戻ること、いい方に、今まで悪い状況だったけどいい方、昔のいい方に戻った、今まで悪かったけどいい方に戻った、回復です。病気が回復したとかも言いますね。はい、で、企業の雇用も増えている。まあ、景気、経済が良くなって企業の雇用も増えた、人を取る枠が増えた、もっと多くの人を雇うようになった、雇用も増した、増えている。わかりましたか？はい、次、4つ目の読み方、訓読みはなし、音読み、ふです。はい、覚え方いきましょう。上からこれ並ぶですね。並ぶで、下は日ですね。日、今回は毎日の日って覚えましょう。はい、じゃあストーリー、毎日電車に並ぶのが普通です。わかりましたか？知ってますか？日本の電車って朝、平日の朝すっごい混んでるんですよ。もうめちゃめちゃ混んでるんですね。まだ土曜日とか日曜日の朝は全然人いないです。平日の朝の電車乗ってみてください。もうぎゅうぎゅうです。なので乗るために毎日並ばなきゃいけない、それが普通です。普通、満員電車って言いますね。日本はこれが普通です。毎日平日の朝は満員電車です。はい、じゃあ例文いきましょう。スマートフォンの普及率は 80% だという。普通の家庭で育った。普段は真面目で優しい人だ。この世に普遍的な真理など存在しない。じゃあ下2つやりましょう。はい、普段は真面目で優しい人だ。まあ、いつもはってことです。いつもは真面目で優しい人だ。いつもは、もういつも、大体は真面目で優しい人だよって意味です。まあ、たまに怒ったりすることもあるけど、普段、いつもは、普通は真面目で優しい人だよっていう意味です。次、この世に普遍的な真理など存在しない。普遍的っていうのはずっと変わらないことです。ずっと同じ、一生変わらない、永遠っていう意味なんですけど、そんなことありえないですよね。絶対に変わらないことなんて何もないです。だから普遍的な真理、まあ真理っていうのは難しい言葉です。普遍的なことなど存在しないって覚えましょう。わかりましたか？普遍的ですよ。ちょっと難しいですね。次行きましょう。5つ目、この漢字、訓読みは変わる、変える、変わる、変えるです。音読みはタイ、タイです。はい、覚え方、これ上見てください。夫、旦那さんですね。お父さん、結婚する相手、夫が2人いますね。夫が2つでした。日、これ毎日の日って覚えましょう。覚え方、私には夫が2人います。そして1日おきに夫を変えています。毎日一日おきに夫を変えています。今日はこっち、
今日はこっち、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 今日はこっち。そういうふうに毎日、一日おきに旦那を変えています。そう覚えますよ。はい、例文いきましょう。着替える。古い機械を新しいものに変える。選手交代。円をドルに両替する。はい、じゃあ、どれやりましょうかね。これと、これやりましょう。はい、古い機械を新しいものに変える。ここで皆さん、気づきましたか？日本語には、変えるという漢字がたくさんあります。じゃあ確認していきましょう。はい、じゃあこの4つのカエルをちょっと説明していきますね。ちょっと日本人でもなんかややこしいんですけど、難しいんですけど、まずこれから変える。これは状況を変える。場所を変える。なんかそういう時に使います。例えば髪型を変える。髪型を変える。時とか変える。この変えるですね。次、これ、この変える。これは、例えば他の人に変えるとかはこれ使います。代理の人。例えば何々さんが休んじゃった、代わりに B さんが出た、これ代わりにですね、変わった、 B さんに変えるです。わかりましたか？はい、次、これ変える、変える、あ、これはちょっとちゃいます、これちょっとじゃあ後でやります。次、これ、この変える、この変えるは交換する、交換するの変えるです。なので例えば宝石をお金に変えた、宝石をお金に変えた、別のものに変えること、取り替える。これをこの漢字使います。で、最後に、今やってるこの変える。はい、じゃあ例文でいきましょう。この例文、古い機械を新しいものに変える。つまりこれ、同じ種類の機械ですね。同じ種類の機械、古いと新しいを変えた。ものは同じなわけです。種類は同じです。同じ種類のものを変えた、この漢字使いましょう、そういう時。あとはシーツを変えたとか、布団を変えた、古いのを新しいのに変えた、種類は同じなんですよ。そういう時この変えるを使います。わかりましたか？はい、次、円をドルに両替する。まあこれも同じお金ですね。ですけど旅行に行く時、ドルを使いたい時とか、自分の円をドルに両替した、変えたです。両方を変えた、同じ種類ですね。同じお金という種類なのでこの変えるを使います。はい、次行きましょう。6番、この漢字、訓読みは比べる、比べる、音読みは比です。はい、この漢字、これ何に見えますか？覚え方、二人が背を比べている様子を表します。私の方が高いよ、私の方が低いよ、みたいに比べてる様子です。え、そんなの見えないよって思いましたか？はい、ここに頭乗せてください。で、これ、見えてきましたね。こうやって二人が頭を揃えて背を比べている様子、見えてきましたね。そう覚えましょう。はい、例文。二つの作品を見比べる。次、二人の弟の身長を比べてみる。優等生のお兄さんといつも比較される。はい。じゃあ、どれやりましょうか？これとこれやりましょう。もう比べるは大丈夫ですね。どっちが高いか低いか、比べるです。はい。じゃあ、一つ目から。二つの作品を見比べる。まあ、これは二つの作品です。例えば同じ監督、同じ人が作ってる映画2つを見て、どう違うか、違いを見つける、見比べる。うん、こっちはこうでこっちはああだね、見比べるです。次、優等生のお兄さんといつも比較される。まあこれは優等生っていうのは優れている生徒のことです。
もうこのお兄さんすごいんですね。運動もできる、テスト勉強もできる、友達もいる、優等生って言います。真面目な人ですね。真面目でちゃんとしてる生徒のこと、優等生です。で、そのお兄さんといつも比較されるよ。比較です。比べられるですね。いつも比べられる、まあ比べると同じ意味ですね。比較です。比較、こうやって、お兄ちゃんはこんなにテストができるのにあなたはこんな低い点数なの、とか、お兄ちゃんはこの間一等を取ったのにあなたはビリなの、最下位なの、って言われたりとか。比較されるですね。比べられるです。はい、次行きましょう。7番、この漢字訓読みは渡る、渡す、渡る、渡すです。音読みはと、とです。はい、じゃあ覚え方行きましょうか。覚え方、はいはい、左側、さんずいって言います。さんずい、まあ水ですね。水、海とか川とか水とか雨とか、そういう水分、水を表す部分です。はい、右側、これはどっていう意味の漢字です。ど、これ温度のどですね。例えば今東京は気温32度です。ど、これです。これはい、じゃあストーリー行きましょう。川、ここですね。ここ、今回は川を意味します。川の温度がちょうどいい時に渡る。ちょうどいいって何ですかってなりますね。川が冷たすぎたら、川の温度が冷たすぎたら入れないですよね。冷たくて泳げないし、冷たいから。でも冷たすぎず熱すぎず、ちょうどいい、普通のちょうど入って、あーいいな、これ気持ちいいなってぐらいの温度がちょうどいい温度って言います。だから川の温度がちょうどいい時に渡るって覚えましょう。渡るはこっからここに行くこと、渡るです。川、川を渡るとよく言いますね。川のこちら側、こちら側、泳いで渡る、渡るです。はい、じゃあ例文いきましょう。橋を渡る、相手にお金を渡す、手術を受けに海外へ渡航するです。はい、じゃあこれいきましょうか。これとこれ、橋を渡るは、橋を渡るってどういうことかというと、橋ありますね、橋。ここから、ドゥー、ここまで行きます。橋を渡りました。そう言います。はい、じゃあ次。手術を受けに、海外へ渡航する。渡航って何？この漢字は、船でどこか行くこと、船です。船でどこか行くことを、この漢字使うんですけど、まあ昔は、海外に行くとき飛行機なんてなかったんですよ。だから船を使ってました。だから海外へ行くとき今も渡航って言います。渡航です。で、渡航ってどういうこと？この国からこの国まで渡ること、渡航です。渡るってこういうことですね。こうドゥーってドゥーって行くこと、渡る、渡航するです。わかりましたか？はい、次8個目の漢字行きましょう。はい、訓読みは知る、知る、音読みは10です。はい、覚え方いきましょう。左側、これスープです。スープ、さっきここ水分って言いましたね。海とか川とか雨とか、今回はスープって覚えてください。スープも一応水ですよね。はい、じゃあスープって覚えましょう。左側、10、数字の10です。つまりストーリーは、美味しいスープは10回以上飲みたくなるよって覚えましょう。美味しいスープありますね。10回飲みたい、10回飲みたい、10回以上飲みたくなるよ。汁、スープって汁ですね。汁です、覚えましょう。はい、例文、肉にレモン汁をかけて食べると美味しいです。味噌汁が飲みたい。美味しかったので汁まで全部飲んでしまった。果汁 100% のジュースが好きです。はい、じゃあこれとこれやりましょう。肉にレモン汁をかけて食べると美味しいです。さっき訓読み汁って言ったじゃないですか。でも、レモンの汁はレモン汁って言うんですよ。
なんでかわからないんですけど、ここはレモン汁です。覚えましょう。で、肉にレモンを絞った汁、レモン汁をかけるとさっぱり、さっぱりして美味しくなりますね。そういうことです。次、味噌汁が飲みたい。日本のスープって何かっていうと、一番有名な日本のスープは味噌汁ですね。だからここに汁がついています。味噌でできた汁、味噌汁です。わかりましたか？はい。9番目の漢字いきましょう。準備はいいですか？はい。訓読み、清い、清まる、清める。音読みは清、小です。清、小です。はい、じゃあ覚え方いきましょう。はい、これ左側、山水、水を表す部分です。左は簡単、青ですね。左は青です。だから覚え方は、綺麗な水は青いです。清いを、そう覚えましょう。青い海って綺麗ですよね。青い海。清いっていうのは綺麗ってことです。すごく綺麗ってことです。汚れてない、清い。はい。だから青い海は清いな、綺麗だな、そう覚えましょう。はい、じゃあ例文いきます。清い心、神社で心を清める。このボランティアでは毎月第1日曜日に清掃活動を行います。はい、じゃあどれやりましょうか？はい、はい、この2つやりましょう。1つ目、神社で心を清める。なんだろう、普段生活していると心がモヤモヤしたり、なんかちょっとしたことでなんか、怒ったりしちゃいますよね。それって心が清くないんですよ。でも神社に行ってお祈りして心を休める。そうすると心をリラックスさせると心が清まります。神社に行って神様にお参りすると心が綺麗になります。そういう意味です。はい、次、このボランティアでは毎月第1日曜日に清掃活動を行います。はい、これ、はい、ボランティアこの間やりましたね。あの、お金を、基本的にお金をもらわずに人を助ける、人のためになる活動をすることです。ボランティアでは毎月第1日曜日に、月が始まった最初の日曜日のことを第1日曜日って言います。はい、毎月第1日曜日に清掃活動を行います。これ前この漢字やりましたね。手持ってほうきを掴んで布を頭にかぶる、掃除です。掃除の掃ですね。清める、掃除をして清める、で清掃です。清掃です。はい、清掃。よく外でやる掃除を清掃って言います。清める、掃除、清掃です。はい、清掃活動を行います。わかりましたね。次行きましょうか。10番目の漢字、おっと、これまあさっきの漢字の、こっちの漢字のもうなんか反対みたいな感じですね。はい、訓読み行きましょう。汚す、汚れる、汚い、汚す、汚れる、汚らわしい。いっぱいありますね。もう一回言いましょう。汚す、汚れる、汚い、汚す、汚れる、汚らしい。ちょっと多いですね。後でゆっくり見てください。音読み、お。おです。はい。覚え方いきましょう。これちょっと、ちょっと覚え方難しいんですけど、覚えてください。はい、左側。はい、これ水を表す部分。川です。今回は川。で、こっち。これなんですけど、これどういう覚え方をするかというと、弓ありますね、弓。こういう武器。弓を射るの、弓。弓が壊れた姿です、これは。弓が壊れたら、こういう風に弓が壊れました。弓が壊れた形がこの形です。そう覚えましょう。トゥ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 で弓が壊れた形を表す漢字です。はい、覚えましたね。で、ストーリー。この壊れた弓が川に落ちて汚れちゃった。壊れた上に汚れちゃった、最悪だっていう風に覚えましょう。わかりましたか？はい。じゃあ例文いきますよ。例文、泥で服を汚す、汚れた服を洗濯する、
汚らわしい女だ。政治家の汚職事件。川が汚染された。はい、じゃあこれ。どれやりましょうか？はい、これとこれ。あとこれもやりましょう。汚れた服を洗濯する。もういいですよね。汚れたって。わかりますね。綺麗じゃない服ってことです。なんか、外で遊んで、なんかここに泥ついちゃったりとか、ここが汚くなっちゃう。汚れた服を洗濯する。そう覚えましょう。次。汚らわしい女だ。汚らわしい女だ。まあ、これは見た目が汚いわけじゃないんです。心が汚い時に、汚らわしいって言います。まあ、下品ですね。下品。下品な女のことを汚らわしい女って言います。例えば、この女は、彼氏がいたんですね。彼氏がいました。ですけど、もう一人の男とも恋人になります。二人男がいる。女。下品ですよね。良くないですよね。だから、心が汚れてる女だ。二人も男を騙すなんて、二人も男と付き合うなんて、心が汚れている。汚らわしい女だって覚えましょう。わかりましたか？はい、次。川が汚染された。川が汚染されたっていうのは、もう川が全体がもう汚れちゃったんですね。川が。川って綺麗なものじゃないですか。ね？でも川がなんか人がゴミを捨てたり、なんか工場の汚れた水を川に入れたりして、川が汚れて染まってしまった。汚染されてしまった。って言います。海が汚染されたとかも言いますね。最近これすごい問題になってますね。環境問題です。川が汚染された。はい、じゃあ次行きましょう。11番。この漢字。訓読みは港。港。音読みは港。港です。はい、この漢字。覚え方行きましょう。はい、これ左側。水を表します。今回は海。海だと思ってください。海を表す漢字。左側、これ何に見えますか？これは、二人の人が船に乗ってる様子を想像してください。二人がこの船に乗っている姿を想像してください。なので、覚え方。船に乗った二人が、海、この部分ですね。海から魚を運んでいる、その場所が港です。と覚えましょう。港っていうのは、船がいっぱい集まって、何か魚とか取ったものを、船で取ったものを売ったり、船で運んできたものをそこで渡したりする場所のことですね。はい。わかりましたか？はい、じゃあ例文いきます。船が港を出る。船が出港する。飛行機が空港に着陸する。はい、じゃあ下の二つやりましょう。船が出港する。港から出る。出港すると言います。はい、次。飛行機が空港に着陸。空港？飛行機？船じゃないじゃんって思うかもしれませんね。でも、飛行機も空の船です。で、空の港が空港です。飛行機が集まりますね。で、飛行機が出ていきます。空の港、空港です。皆さんも海外に行くとき、空港に行きますね。そこです。飛行機が空港に着陸する。で、これ到着じゃないんですよ。飛行機の場合は、陸に着く。だから、着陸って言います。船は到着するって言いますけど、飛行機は陸に着くので、空から陸に着くので着陸って言います。はい、12番行きましょう。この漢字、訓読みはなし、音読みは漁です。はい、じゃあこれ右と左に分けて考えましょう。左、いつも通り水を表します。左は簡単、魚ですね。なので水に入って魚を取る、漁をすると覚えましょう。この取る。前やったの覚えてますか？この取るは普通のこういう取るとかじゃなくて、動いている生き物を何かで取った時、この漢字を使います。捕まえる、取るです。魚を取る。わかりましたか？はい。水に入って魚を取る、漁をする。覚えやすいですね。はい。
じゃあ例文いきましょう。漁業、マグロ漁船。はい、じゃあこれ漁業です。漁をする仕事のことを漁業って言います。ちょっと言いづらいですね。漁業です。はい。で、あとは漁業をする人のことを漁師って言います。漁師さん、この読み方ですね。漁師さんって言います。はい、じゃあ次行きましょう。13個目、この漢字見てください。訓読みは恋、恋。音読みは脳です。はい、じゃあ覚え方いきます。これ3つに分けましょう。これとこれとこれです。はい、じゃあ左側、これいつも通り水ですね。今回は雨、雨を表します。で、左側、この上、曲です。曲、音楽ですね。音楽のこと1曲2曲って言いますよね。音楽のこと曲です。で、下、これ立つです。前もやりましたね。立つは神様です。竜です。ドラゴン、ドラゴン、竜。はい、わかりますか。立つですね。前妊娠のシーンやりましたね。この漢字やりました。前、神様が女に任したのが妊娠だからこの漢字を使いましたね。はい、これ神様ね、竜。はい、じゃあ覚え方。農村では曲、音楽を聴きながら立つ、竜です、ドラゴン。神様に雨を降らせるようにお願いをしていた。農村、農業をする村、場所では雨ってすごい大事ですよね。雨がないと農業できません。農村では働けません。だからみんな神様が喜ぶように、昔はドラゴン、竜が神様でしたね。だから曲を聴きながら、曲を聴きながら竜に雨を降らせるようにお願いする。で、恋です。恋で覚えてください。農村では曲を聴きながら立つに雨を降らせるようにお願いをしていた。恋です、恋。はい、じゃあ例文いきましょう。薄い味より濃い味が好きだ。濃いひげ、濃い化粧をする。浮気の疑いが濃厚になる。はい、これどれやりましょうか。濃いひげと濃厚、これやりましょう。濃いひげから、濃いひげっていうのはまあ男の人いますね。男のひげのこれ、これ薄いですね。薄いひげです。でも濃いひげ、濃いですね。これが濃いひげです。わかりましたか。すごいたくさん生えてる、すごいたくさんあるひげ、濃いひげです。次、浮気の疑いが濃厚になる。濃厚です。まあ濃厚っていうのはすごく濃いってことなんですけど、浮気の疑い、なんか、あれ、私の彼氏もしかして他にも女がいるっていう疑い、疑惑っていう疑いがどんどん濃くなる、強くなる、濃厚になるって言います。わかりましたか。はい、じゃあ14番目の漢字いきましょう。14番目の漢字、この漢字訓読みは沖、沖。音読みは中、中です。はい、これ左側は水を表す漢字、今回は海です。で、左は真ん中の中ですね。だから覚え方簡単です。海の真ん中は沖と覚えます。沖っていうのはこれ海ありますね。で、さっきも言いました、ここに港があるとします。沖はここら辺です。もうすごい深いところです。深いところ、泳げないようなところですね。沖、海の真ん中だから沖って言います。そう覚えましょう。わかりましたか。はい、じゃあ例文。船が沖に出る。綺麗な海といえば沖縄県だ。はい、じゃあ例文、これとこれ。船が沖に出るっていうのはここですね。港から出て深いところ、人が泳いではいけないようなところですね。沖に出たよ、こう言います。次、綺
綺麗な海といえば沖縄県だ。沖縄県っていうのは日本の南にある場所のことで、すごいいいところです。先生すごい大好きです。8回ぐらい旅行に行きました。綺麗な海といえば沖縄県だよ。沖縄県には綺麗な海がたくさんあるよってことです。ここに沖使ってますね。海がたくさんあるからきっとこの漢字を使ってるんだと思います。はい、じゃあ今回の動画はこれでおしまいです。皆さん見てくれてありがとうございます。またねー。